はい、こんにちは、さとみです。以前、独身の日アリエクセールっていうので、ダイヤモンドアートを購入したんですけれども、そちらのダイヤモンドアートがまず5つ届いたので開封していきたいなと思います。で、その5つの中にはちょっとプライベートなものもあったりするので、開封できるのは、2つ3つぐらいかなっていう感じなんですけれども、まずはそちらを開けていきたいと思います。ではですね、こちらの箱になるんですけれども、こちらが届きました。あの箱2つ分ですね。ガムテープでがんじがらめにされている感じなんですけど、この中に入っているような状態です。アリエクは購入してからお家に届いた後ですね、受け取り確認っていうボタンを押さなければいけないので、一応今回開封動画なんですけれども、一旦物が揃っているかどうかっていうところの確認をさせてもらうために、ちょっと中を一度開けさせていただいております。はい、ということで中身を開けていきたいと思います。で、一回開けてしまったのでこれもう皆さんあるあるっていうか、もう多分通常のことだと思うんですけど、一回中身をこう外に出してしまうと、もう元に戻せないっていうことを、あの どなたか の、 あの YouTube とか動画で、拝見させていただいたんですけど、本当にその通りで、もうなんかギュッギュッっていう感じで押し込まれているような感じで入っているので、ちょっと元に戻せず、今は一番最初に入っている入れ方とはまた別の入れ方で入れております。それでは開けていきますね。まずこちらの3つになります。で、キャンバスをね出していきたいと思います。はい、こちらになります。はい、まだちょっと飛行機飛んでいるんですけども、進めたいと思います。5つオーダーしたんですけど、今回は先ほどもお伝えしたようにちょっとプライベートなものが入っているので、3つですね、開封していくというような感じになります。で、1個目はこちらになるんですけど、サイズは 45×60cm になります。で、ビーズはこちらですね。ちょっと開けていきます。そもそも、私の本業なんですけど、カメラマンをさせていただいていて、今までで撮影した中の写真でダイヤモンドアートできたらなと思っていて、年に1回写真展を開催しているんですけれども、1人で開催している写真展ではなくて、30人ぐらいで開催している写真展に参加させていただいているんですけど、そちらで展示させていただいた写真を今回2点ダイヤモンドアートしたいなと思ってオーダーさせていただきました。で、ちょっと髪がだいぶしわくちゃなんですけど、見えますかね。はい、こちら動物園で撮ったチーターの写真になります。色は12色しかありません。今までで一番少ないんじゃないかな、12色。でもこれでできるならまず作っていきたいと思います。ビーズはですね、お店の名前の呼び方がわからないんですけど、ホムファンさんかな、は樹脂のビーズっていうことを噂で聞いていたので、樹脂なのかなと思います。何ができているかみたいな詳細の中には樹脂とも書いてあったので、樹脂ビーズかなと思います。こんな感じでね、ビーズが入っているんですけども、なんかこんなちっちゃいこうね、お薬の袋みたいな感じで入っているのは可愛いなと思いながら、はいはい、っていう感じですね。もうなんかビーズの色も本当に黒から白へのグラデーションっていう感じですね。はい、次広げるのが大変よっ、いい悪戦苦闘です、だいぶ。はい、続いてはですね、
これも私が撮影した写真になります。髪ぐしゃぐしゃ私のせいですね、入れ方が悪かった。しかも破れてるし。はい、このダイヤモンドアートは月ですね。見えますかね。こちらも写真展に出した写真になるんですけど、もう何年前かな、結構前なんですよね。まあ、少なくとも5年は経っている作品ですね。もちろん月を撮るぐらいなんで月が好きなんですけど、月のこう満月が好きっていうよりかは、その月が欠けていて写真で撮るときに見えるクレーターのこのボコボコ感がすごい好きなんですね。なんていうんですか、月のフェチみたいな感じなんですけど、でもしこれがあのダイヤモンドアートで表現できたらすごいなと思って、まずはクレーターまでこうしっかりねダイヤモンドアートで表現できるっていうのは、まあ、分からなかったので、あの 60×45cm のサイズで、まあ、大体 A2 サイズですね。 A2 サイズぐらいで表現ができたらまた作りたいなと思ったのと、これで A2 サイズでできないんであれば A1 サイズをもう一回同じ写真で作ってみて、どこまで表現できるのかみたいなところをちょっと見比べたいなと思って、今回はちょっと A2 サイズで 60×45 ですね、でオーダーしました。でさっきのチーターとは違って、今回は23色ですね。さっき12色ですよね。倍ぐらいちょっと色の種類が増えました。ちょっとこちらどっちも早く作ってみたいんですけど、どっちかって言ったら月の方が作ってみたいかな。なんかチーターのあの斑点の模様って意外に12色とはいえど色替えが結構ありそうな気もするんですけど、これは完全にね黒のこの地獄ゾーンって言われるような箇所がめっちゃ広いと思うので、こちらはこちらで頑張っていかなきゃいけない要素があると。チーターはチーターで色替えをねしていかなきゃいけないゾーンがあったりするので、どちらも大変そうではあるんですが、この2つは初めてのね、あの自分の作品でダイヤモンドアートをしてみるっていう初の処女作になるので、はい、楽しんで作っていけたらなと思っています。こちらですね、こちらはあの、まあ、プライベートの写真なんですけど、友達の誕生日が1月に控えていて、そちらをちょっとダイヤモンドアートしていきたいと思っているんですが、こちらちょっとお顔がね出ているので写真はちょっと公開できないんですけど、もうだいぶ前に10年ぐらい前に撮った写真にちょっとね、ハッピーバースデー〇〇じゃんみたいな感じで名前をこう後でね後付けした感じの写真になっています。まあ本人が OK ね出してもいいよなんて言ってくれればね、後でね出したいと思うんですが、はい、ということで写真は出せないんですけれども、まあちょっと見えるかな、ハッピーバースデーですねっていう文字を緑色で入れています。バーの中で撮っている写真でバーの壁が赤かったりもするので赤色が入っていたりもします。思ったよりも色の数がね多いかなっていう感じで40色になっています。1月16日がその子の誕生日なので、それまでにあの作っていけたらなと思います。あ、40色じゃないですね、44色ですね、見落としてました。こちら自体は A3 サイズなので早くてどうかな、1月からスタートして16日はまあ完成できるかなと思うので、今作っているものが A1 サイズ2つなので、頑張って1ヶ月でこう制作できればいいなとは思ってるんですが、まあ、とにかくこう誕生日厳守の感じで作っていきたいと思います。喜んでくれるといいですよね。はい、サクッとなんですけど、キットの中身になります。
ピンセット、ペン、小袋、グルー、トレイになりますね。はい、ということで今回オーダーして気づいたことをちょっとお伝えできればいいかなと思っています。アリエクさんで頼む場合と日本の専門店で頼む場合の違いって、日本の場合だと作りたいデータの写真をまず送って、まあ、こんな感じのイメージですよってこう送り返してくれるパターンがあったりするんですけど、アリエクさんではそれがありません。で、日本の場合は例えば、まあ、それも専門店によるんですけど、この部分が暗くなってしまうんですけど大丈夫ですかって聞いてくださる専門店さんとか、すごく親切な専門店さんが多いので、そういったところだとやっぱり思った通りのダイヤモンドアートをオーダーすることができるかなと思います。で、アリエクはもう写真を送ってしまうとそのままもう作ってしまうっていう流れに入るので、ここ暗いですけど大丈夫ですかみたいなやり取りが全くないので、本当に大事なダイヤモンドアートでこれはちゃんと作りたいっていうのであれば、日本の専門店さんにオーダーする方が確実に綺麗なものはできるかなと思います。で、もちろん日本の専門店さんに出すとそれなりの、まあ、金額、もちろんアリエクさんの方が半額ぐらいで買えるので安いは安いんですけど、ちゃんと作りたいっていう場合は日本の専門店さんでちょっとイメージ図をちゃんといただいて、気に入らない場合にはこう自分で写真を補正してみたりとか明るくしてみたりとか、もう一回イメージ図を作っていただいたりとかっていうことができるので、そういう点ではやっぱり日本の専門店さんの方が安心かなっていう、アリエクに比べたら高いですけど本当に安心かなと思いました。ちょっと試しにね、今回作ってみたいなとか、これは別に、まあ、雑に作りたいわけじゃないんだけど、今回の私みたいにしっかり作り込みたいみたいなものでなければ、アリエクさんで頼んでもいいかなと思ったりしました。はい、ということで今回はアリエクの独身セールの、オーダーしたダイヤモンドアートの開封動画となりました。ではまた違うものが届いたらお送りします。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。